はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国、世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今朝ね、こうスッキリでね、ペイハラですね、についてね、ニュースになってました。ね、皆さん、ペイハラって知ってました？僕、初めて知りましたわ。この今回のね、そのペイハラについてはですね、この病院側と患者さんの話だったんですけども、これは今その他、たくさんの業種でもね、関わりのある内容やと思っております。いや、でも大変なことですよね。患者側が納得いかない診断結果やったら、金払わんぞとかね、もっと強い薬出せ、〇〇って診断書書けとかね、金払わんぞに関しては、保険証あんねんから、払えるでしょうし、もっとね、強い薬出せなんかは、いや、あんたもっと病気になりたいんかいなってね、ちょっと思ってしまいましたね。それが嫌なら別の病院に行ったらよろしいじゃんかなって思いますね、ほんまに。セカンドオピニオンとかもね、あるもんやし、その病院の掲示板とかでもね、そのセカンドオピニオンの活用もお勧めします的なね、張り紙もね、見たことありますしね。っていうか、なんでそこまで怒るんかいなってね、思いますよね。このね、しんどくて、イライラするのはわかりますけど、不安になりますけど、例えばこう血液検査などをしてですよ、精密検査をした結果に対してね、納得いかんって言うなったら、それはでも受け入れるべきやし、それでも納得いかんかったら、それこそセカンドオピニオンでも、サードオピニオンでも、4でも5でもね、行ったらいいんですよ。だからそこまで怒らんでも、ねえ、って思うんです。ね、病院側もね、先生も人間やし、人当たりがこうきつかったら、お互いね、こう、わーってなってイライラしますよ、ほんまに。僕もね、その受診してる、とある科の先生と、ちょっと、ね、偉そうな態度を先生に取られてですね、それに対してイラってこうして、イライラした態度になってしまって、ね、先生もそれに余計にイライラしたんでしょうね。もうお互いがうわーってイライラして大きい声になってですよ、言い合いみたいな話し合いになってしまって、その後の処置はね、先生ちょっとね、痛かったんです。でも診察が終わってですね、先生にちょっと質問しすぎたかなとか、不安からのイライラが伝わってしまったんやろうなとかね、ちょっと納得いかんかったしなーってね、そういうのをね、ちょっと反省しまして、僕は、次の受診からはね、穏やかに話をするとね、先生もね、落ち着いてね、話してくれました。でも最後にはね、ありがとうございましたってね、深々と頭を下げてですね、帰るようになりました。実るほど神戸を種る稲穂かなっていうね、言葉をね、お客様からね、昔にね、教えてもらったことがありましてですね、その意味をね、調べたらですね、稲の方は実るほどに穂先が低く下がるものです。人間も本当に偉くなればなるほど、謙虚な姿勢で人と接することが大切であり、会社も成長、発展すればするほど、会社の態度、社員の態度が低調にならなければならないと考えます。謙虚さなら自分にも身につくのではないのか。ということですね。別に偉くなったと思ってるわけじゃないんですけども、どっちか言うと偉くなりたいですけど、ね、そうやったら今からね、謙虚にしておけばええかなーっていう感じです。ね、これもね、親や先生や先輩からね、言われてました。謙虚に行けってね。その時にね、僕はね、いや、俺謙虚やし、ってね、思ってましたけどね、もうそれが謙虚じゃないですよね。謙虚あるあるなんでしょうけどね、これはね。でもね、世の中が謙虚な姿勢で接したらですね、ペイハラなんてものはなくなるのではないでしょうかね。僕はそう思います。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。